ガストン・ルルーは、フランスの小説家、新聞記者。フランス推理小説創世記において、モーリス・ルブランと並ぶ人気作家だった。1868年、パリのホーブールイコール・サンマル外・タン街で医療品店を営む富裕な、ノルマンディー人夫妻の間に生まれる。1880年にセーヌ・マリティーム県の右行に入学資料に入り、成績は、よく特に、 ラテン語が得意で教師から作家が弁護士になってはどうかと勧められる。1886年にパリでロースクールに入学する。1887年にラレピューブリックフランセーズ紙に小説レプティマルシャンデポームデテールフリートを発表した。ロースクールを卒業した1889年に母に続いて父を亡くし兵役を免除され、 100万フランの遺産を受けるが、定米3人を養って、たちまち使い尽くしてしまう。翌1890年に弁護士資格を取得、弁護士司法として働いた。1891年に、法廷で、エコードパリガミのロベール・シャルベーと知り合って、法律や訴訟についての記事を書くようになり、またシャルベーの秘書となった。やがて劇票を担当するほか、自身でも、 刑事たちの館などの儀曲を執筆した。その後パリの新聞、ル・マタンに入社し、劇票などを手掛けたほか、法廷記者として活躍し、海外特派員に寄与される。1902年に取材に行ったイタリアで、ジャンヌ・カイアットと知り合い同性を始める。1904年には、日露戦争を取材。1905年はロシア第一革命の、ルポルタージュ執筆。 中東などにも取材に赴いた。1900年代初め頃から、テオフラスト・ドンゲの二重生活などの回帰小説を書き始める。1907年に、週刊の差し入り新聞、イルストラシオン紙文芸付録に推理小説、黄色い部屋の秘密を連載して高い評価を得て、英訳もされ、サイレント時代に数度にわたって映画化もされた。この人気で、 ルマタンから続編を求められて、国威夫人の香りを執筆し、探偵役の新聞記者のジョセフ・ルールタ・タビーユを主人公としたシリーズ作品が続けて書かれ、もっぱら作家として人気を博す。また1910年には、オペラ座の怪人を発表し、大評判になった。1925年に映画化されて、日本でも、キネマ淳法の娯楽的優秀映画6位と人気を博し、 その後も何度も映画やミュージカル化されている。他に1916から23年に書かれた怪人シェリビビを主人公としたシリーズ作品や幻想的怪奇風の作品がある。現代では推理小説や怪奇小説の書き手として強調されることが多いが SF、ファンタジー、歴史小説、政治小説などの著作もあり、多くは新聞に連載された。 人気作家として大量の執筆をこなしていたが、1925年に健康を害し、視力の衰えも始まったが、執筆を続け、1927年に手術後の尿毒症のために言い過ぎて死去した。黄色い部屋の秘密は、人間心理の盲点をついたトリックで、リクスンカーに、この種のものの最高傑作と評され、現在に至るまで密室殺人ものの、 古典的傑作として高く評価されている一方で、時代がかった描写等に対して、ハワード・ヘイクラフト、巧妙な謎の考案者としてどんなに優れていても、現代の読者向きの読み物では、全くないといった表もある。日本では1915年に、宮地武法によって、疑問の窓の台で日本を舞台にした作品に、本案された。ついで1920年に、 愛知博の手によって日本語訳され、新青年市1937年2月号の海外探偵小説実決では、江戸川乱歩、河賀三郎が1位に上げ、集計でも1位となった。その後も1953年日本出版共同社、1955年東京創原社、世界少年少女文学全集、1956年東京創原社、 早川書房、世界推理小説全集、新潮社、新潮文庫、1957年ポプラ社、世界名作探偵文庫などで、幾度も翻訳が刊行され、1991年、早川書房、ミステリーハンドブックでも読者による、オールタイム人気投票で50位となっている。ルール旅誘大三作のルル旅やシェルツァーリは、 かつて取材したロシア第一革命を背景にしている。1920年から1922年には混合者からルレタビーユ総書として当時までのシリーズ全作品が翻訳されている。黄色い部屋の秘密以後のルールタビーユシリーズはスリラー的だとして推理小説としての評価は低い。ガストンは1910年にオペラ座を訪れて不可思議な噂話を聞き込み、 インスピレーションを得て、オペラ座の怪人を書き上げた。これも、高い売れ行きとなり、イギリス、アメリカの新聞にも連載される。1922年に、アメリカのユニバーサル映画社長のカール・レムリに出会い、オペラ座の建築に感銘を受けたというレムリに、辞書、オペラ座の怪人を送る。レムリは、異能の演技力を持つ俳優ロン・チェーニーの、ノートルダムのセム男の次回出演作として、 これを映画化することにした。作品は1925年に公開されて大ヒットなり、以後たびたび映画化されるようになる。1986年にアンドリュー・ロイド・ウェバーがミュージカル化したものはミュージカル史上最大のヒット作ともなった。血まみれの人形はフランケンシュタイン割の人造人間と吸血鬼を題材にした回帰的作品で、 1920年代の幻想映画に影響を受け、また19世紀末以降のロマン主義や象徴主義の傾向が大衆小説に及んだことを示していると評されている。ルールタビーユの母校ともなっている。戸川康信、ノートフレデリック・フォーサイス、マンハッタンの怪人、この物語を書くにあたって1999年、あずまま ゴシック迷惑修正吸血用遺単学習研究者2008年。ありがとうございます。